エール・エーリック・ベストバリー、パー・エーリック・ウェストバーグ、1933年11月20日隊は、スウェーデンの作家である。1997年から、スウェーデンアカデミーの会員を務めている。ベストバリーは、ストックホルムで、エーリック・ベストバリーとその妻グレータの息子として生まれ、ウプサラ大学で文学の学位を取得している。彼は、スウェーデン最大の日刊誌、 ダーゲンスニュフェテルで1953年から寄稿者、1976年から1982年まで、編集長だった。彼は、オレ・ベストバリの兄である。アムネスティ・インターナショナルの指導者であり、国際ペンクラブの元会長であり、ノーベル文学省委員会のメンバーでもあるベストバリは、火の打ちどころのない全行の新任状を所有している。 微妙ながら忘れられない魂を救い出し、読者に思い出させる。ベストバリが書いたアンデシュスパルマンの小説は、この史的な電気小説の主題がスウェーデンの自然科学者であり、例えばアフリカの祭を研究した最初の動物学者であることを示している。1820年に彼が亡くなった時でさえ、それ以上南に旅した人はいなかった。しかし、ベストバリが、 感動的な追記で明らかにするように、賞賛に値する科学的発見と画期的な地図作成にもかかわらず、スパルマンの人生はよく知られていなかった。ベストバリーは人権のために広範囲にキャンペーンを展開している。彼は1979年から1986年まで国際ペンクラブ会長であり、アムネスティ・インターナショナルスウェーデン支部の創設者だった。これに関連して、 彼は反植民地運動に関与していた。彼は南アフリカでのアパルトヘイトとの戦いで特に活動的だった。そこでナディンゴ・ディマーの親友になった。彼は1959年にローデシアの政府から追放され、1960年に反アパルトヘイトのホンィー、スバータリシタを出版した後、ローデシアと南アフリカ両方への入国を禁止された。彼は ネルソン・マンデラが刑務所から釈放された後、1990年のみ、南アフリカに戻った。ありがとうございます。